関する調査結果を発表しました。それによると、毎年1000人近くが水難事故で命を落とし、そのうちおよそ7割が海での事故。さらにその死亡事故のほとんどがごくありふれた状況で発生しています。年々減少傾向にある海水浴客、それにもかかわらず遊泳中の死亡事故は横ばいのまま。子どもの頃から海を体験させることは好奇心を育てるのに有効だと考える親が9割以上いる一方で、水難事故の痛ましいニュースから海は危険というイメージがあり、また安全に水に親しむ知識が不足していることで人々を海から遠ざけているのかもしれません。日本財団では水辺の事故を防ぐために必要な知識の備え、行動の備え、装備の備えを提案し、今後海の備え普及活動の推進を行うプラットフォームを立ち上げることで、安心安全に水と親しむための取り組みを進めていきます。海と日本。